だけど、そう、e スポーツの運動会が決定しました。そう、なんかなんだっけ、ゲームが荒野行動とぷよぷよとドボンとミーハヤと青鬼の5種目っていうのかな、5個のゲームで、そう、5個のゲームがあるんですけど、あゆぷよぷよとドボン以外本当にやったことなくて、そう本当にもう分からなくて、そう、そう、今はね、でもそう、チーム個人じゃないから、チームだからそう、迷惑かけちゃダメだって、そう、足引っ張んないようにしなきゃって思ってますそう、本当にやばいの、本当に荒野行動なんか分かんないしそう、なんか荒野行動をなんか一回練習っていうのかな、やったんですよ、そう、みんなでやったんだけど、なんか移動しなきゃいけないんだよね、確か、なんかそうだよね、移動しなきゃいけなくて、なんかここに移動してそれで合ってるのかもわからないし、なんかわかんないし、あとなんだっけ、なんか、あ、こないだなんかそのやった時に、みんなでやった時に、なんかあゆなんか岩に挟まった、そう、岩に挟まって動けなくなった、そうなの、びっくりした、本当に、なんかもうお家に入んなきゃいけないじゃないですか、なんかお家に入ってあの武器を取ったりしなきゃいけないんだけど、お家の入り方も分かんなくて、最初、あ、もうこれはどうしようと思ってでもねすごいの、100人ぐらい、やっぱそう、みんなでやったから、メンバーみんなでやったから100人ぐらいいらっしゃるじゃないですか、そう、あとスタッフさんとかもいらっしゃったから、100人ぐらいはいらっしゃるのに、なんかやったことないのに30何人ぐらいまで残ってて、なんかほんと自分でも驚きました。ただなんか伏せてたらそのぐらいまで残ってた、いつの間にかそう、もうなんか伏せてた、本当に立ってない、伏せ、そう、もうほふく前進かな、あの体勢の状態でずっといました、あゆは。そう、え、すごくない、いるだけなのにいるだけなのに30人ぐらいに残れて、なんか驚いてます、あゆも自分で。そう、でもなんか、でもその隠れてるだけじゃ、そう、隠れてて30人ぐらい残れるんだけど、でもなんかなんとかエリアみたいな、移動しなきゃいけなくて、それがもうなんかよくわかんないどこ移動し、どっちに移動していいのかがわかんないって感じですね。そう、本当にわかんない。あ、かゆちゃんもゲームダメそうだから大丈夫だって、よかったなのかな、 B 絶対やばいじゃん、本当に。でゆかるんさんいらっしゃるからちょっとよかった。そう、ゆかるんさんがいらっしゃるのは嬉しいけど、でもそうダメじゃないですか、ゆかるんさんだけに頼ったら。そう、でもなんかひなことかも強そうじゃないですか、見た感じ。そう、強そうだなって思うから、ちょっとね、ひなこにも頼りたいと思います。ほんと本当にもうドボンぐらいしかわかんないやん。うん、そう、ほんと困っちゃうな、ゲーム弱くて。
マリオカートは強いんだけどね、あゆ入ってないゲームで強いって言っちゃう。そう、マリオカートは強いけど、ほんと、うん、困っちゃうね。でもなんかこの間サオさんもわからないって言ってて、ほんとに B ね、困っちゃうね。困っちゃいそう、ほんとに。うん、そうそう、うん。だと初めてその荒野行動をダウンロードして、なんかすごいやっぱそのダウンロードみんなで対戦するやつだから、そう、重たいんだなっていうのが分かった。そうそこっていう、え、そうそう、そこ、うん、そうなの。そう、そこも分かった。うん、でもなんか意外とその荒野行動やってる方、そう、意外といらっしゃって、そう、びっくりした。あいは、そうだからなんかね、頑張ろうっていうか、本当に頑張んないとなと思った。青鬼とかも、なんか青鬼は、青鬼自体の名前は知ってるんですよ、もちろん。青鬼も遊んだことなくて、この間ゆかるんさんと一緒の公演の日だった時に、ゆかるんさんがそうやってるところを見せてもらいました。あゆあゆがやったんじゃなくて、見せてもらって二人で一緒に、鬼が来た瞬間にもうすごいなんか怖い映像でも見てるのかってぐらい二人でなんか騒がしくなっちゃった。本当にそうなの、うん、もう賑やか。うん、ミーハヤもゆかるんさんがやってるの見せてもらって、そう、大体分かった。全部のゲーム大体どんな感じかは分かったけど、あの、うん、できるかそう、ほんと一から全部やる感じ。そう、はじめましてなので頑張りたいと思います。はい、チーム B 応援してくださいよろしくお願いします。そう、でも意外とそんなもん時間がないっていうね、23日なので、今月の意外とそんな時間がないっていう、はい。そうそう。人狼あったらよかったのに、だって。あ、人狼強いの。え、そう。人狼強いんでさ、ゆ。なんか、いつも、どっちにいても勝ってる率が高い。村人でも、人狼でも、あ、人狼、そう、どっちでも勝ってる率が高い、どっちにいても。うん、でもなんかあれ、占いしか人狼が一番楽しいよね、そのどっちかの役目が。村人はなんかもうほんと何も背負ってないから全然気楽にもできるけど、そう、役職ある方が楽しいよね。うん、はい、そんな感じ。あいちゃん、いい意味でポーカーフェイスって、ポーカーフェイス、うん、アイちゃんは顔に出る、だってそんなに
でどうなんだろう。あ、でも人狼になるとニヤニヤしちゃうかもしれない。でも多分あゆはしてるつもりでいるけど、多分出てないからバレてないんだろうけど、そんなに出さないかもしれない、出てないのかもしれない。なんかそう負けられないぞっていう気持ちになって、多分そう勝とうっていう気持ちになって大丈夫なのかもしれない。うん、そう、なんかあ、そういうね。でもね、意外と村人の時の方がそう疑われる。なぜか多分気楽にやってるからかな。多分すごい本当もうどうぞみたいな、どなたでもどうぞって感じになってるから本当にそうやってるから多分疑われやすい、そっちの方が。うん、そうなの。だからそう意外とそう、あのね、なんか口数が減る方もいるじゃないですか、増えたり減ったりとか。だけどそう、それをなんかそういつも通りやっとかないとそうバレちゃうっていうのはあるよね。そう人狼楽しいよね。はい、なんかほんと中学の時ね、休み時間毎回やってた。中3の時、そう中学校の休み時間の時に、うん、中3の時だね。そうやってた。そうお昼休みいる時はほぼほぼやってたですね。それぐらいなんかそう人狼はやってましたね、よく。でもそう考えると長い間ね、なんか人気というかそういうゲームなんだね。うん、すごいすごいですね。はい、そう、そして昨日のツイッターいかがでしたでしょうか昨日のツイッター、そうもうちょい濃くすればよかったなって思いました。なんか写真にすると伝わりにくいよね。そう実物の方がやっぱ濃いよね。そう写真だとフィルターかかってちょっとやっぱ薄くなっちゃうなっていうのが感じた。うん、けどあゆは自分的に2枚目の写真の方が多分いいかなって思った。なんかそう見てて、そうそうそう、まあでも気分でやっていけたらいいかな全部ね、前髪とかメイクとかなんか全部含めて、うんって思いました。はい、今日もツイート何時頃になるかな、今日は、ツイート何時頃になるかちょっと分かんないけど、今日も楽しみにしててください。はい、そうですね、楽しみに、お楽しみに。そうメイク、ほんとなんかメイクですごい変わるから、メイクで人ってそのメイクの色とか色合いとかでもだいぶ変わるからね、早く自分に似合うものを見つけたいなって思いました。うん、タンタンタン。そう髪が長かったら髪もちょっとねできたけど、メイクとかに合わせて。でも短いから前髪しかできなかった。前髪と耳かけするかしないかぐらいしかちょっとできなかったけど、はいですね。そんな
感じで221日になりました。すごーい、イエーイイエーイはい、今日もちょっと15分になっちゃうんですけれども、今日も見てくださった皆さんありがとうございます。ランキングアップします。13位ももんがさんありがとうございます。12位ひろさんありがとうございます。11位ともみさんありがとうございます。10位スターフラッシュさんありがとうございます。9位わたるさんありがとうございます。8位よっちさんありがとうございます。7位みずくんありがとうございます。6位田沢さんありがとうございます。5位まえさんありがとうございます。4位あやぽんさんありがとうございます。3位石井哲司さんありがとうございます。2位孫悟空さんありがとうございます。1位カモンさんありがとうございます。見てくださった方やコメントだったり星とかギフトなどもありがとうございます。明日もやります。ぜひ見てください。明日はゾロ目の日ですね、毎日配信。はい、そんな感じでありがとうございました。またね、バイバーイ。